松江市新地町特産の木町石で作られ全国各地に広まった出雲式狛犬が松江市の神社でおよそ100年ぶりに新調され参拝者に披露されました。こちらがおよそ100年ぶりに新調された出雲式の狛犬です。木町石で作られています。松江市の松江神社に新たに作られた出雲式狛犬です。松江市新地町特産の木町石で作られ全国各地に広まりました。この出雲式狛犬、耳が長く垂れ尻尾が太く炎のように立っているのが特徴とされています。松江神社の狛犬は100年以上前の明治時代に作られましたが古くなったため当時と同じ木町石を使って新調されました。松江神社は江戸時代初めに松江城を築いた堀尾義治などが祀られた神社としても知られ、今日開かれた秋祭りには義治の出身地愛知県大口町からの参拝客など大勢の人たちが訪れました。そして新調されたばかりの狛犬の説明を聞いて写真を撮ったり狛犬を撫でたりして新しい守り神を歓迎していました。おかげさまで。すごいかわいいなと思って、こんなお獅子もいるんだなと思って、これはまさにね、安全安心のシンボルだなと思って、本当に大きな安心をしました。リピーターの方がどんどん増えるといいかと思います。松江はさらに、大きな発展を願っております。